それが一つです。それから二つ目、症例二なんですが、70歳の男性の痛風です。1ヶ月前突然に左の足首が痛くなりだして、救急車で病院へ行ったそうです。で、炎症反応が起きていて、これは痛風だよと、痛風の診断をされて薬が出たが痛みは取れないと。で、今はその歩いても痛いし、触っても痛いし、またその、股関節の内側のリンパ節もリンパも腫れてきたようだと言って、来院されたんですが、歩いても触っても痛いんだから、ほとんど痛みは変わってないような状態ですよね。そんなことでした。で、結構腫れてまして、左足首をこう恐る恐る触ってみたんですが、結局外と中の、くるぶしの両側、だから足首でいうと内側と外側ですよね。そこが、腫れてるし、触ると痛いんです。で、単純に考えましてね、あ、これは内側のライン、経絡と外側の経絡だということで、もう、F1、F6 とそれから F3、F4 をポンポンと調べしました。だから、黙っててどうなんですかって言ったら黙っててるんですけど、後で聞いたら、半分以下になったと、その時にね。で、この人はものすごいこう、なんていうかな、照り屋のおじいさんで、志らくの即効性っていうのを全然信用してないんですね。で、F1 をこう志らくして、で、どうですかって言って、動かさ、足の指も動かさずにですね、そんなもん急にやったって治るわけねえだろうとこういうことされましてね、いやいや、そうじゃなくてやってみてくださいよって。でもやらないんです。でも、いいよって、また F6 をやってね、で、とにかく動かしてくださいよって言ったら黙り込んじゃったんですね。で、 F3F4 も同じようなことをやったんですが、最後まで聞いたとは言わずにですね、楽になったねと言って帰りました。で、2回目に、ごめんなさい、その時にですね、ふくらはぎの筋肉がえらい硬かったので、時間がありましたので、ふくらはぎにパルスを15分ぐらいかけております。で、その時、それが終わってから、こう足首を回して、あ、楽になったぞと言って帰っていかれたんですね。で、1週間経って2日目に見えな、あ、2回目に見えまして、足首はほとんど痛くねえよと、薬が効いたからなと、こう言われましたから、何も言うことないから、そうですか、よかったですねという話だったんですけど、この時には F3F4 のそのふくらはぎが非常にまだ硬かったんですね。それに、この前はパルスをかけたんですが、F3F4F5 ラインの圧痛点を探して塩ビシンを貼りました。ただアキレス腱が伸びるような感じだというようになって、ふくらはぎが楽になったようで、柔らかくなったようであります。その後、目の疲れ、時間があったもんでやってお帰りになりました。3回目はそれから5日経ってお見えになりましたけれども、足首はそれで良くなったようです。で、内股あたりがまだ痛いとおっしゃるので、左の内股 F1F2F3 の視覚で、これも、足を開いても体重をかけても痛くなくなったようです。で、これもあの眼精疲労、こめかみをやってるんですけども、目が楽になったからやってくれよということがあって、それもやっております。で、この時なんですけども、その足首に出た痛風ということで、痛風の時はもうそのなんていうか、外頭経絡の交感神経を抑えるというのが一番だと思います。で、それをやって、あとはさっきも言いましたように、そのふくらはぎの筋の緊張がありましたので、それも一緒に取ったというような感じなんですけど、まずその志らくだけで普通いいと思うんですね。志らくだけで普通いいと思うんですが、体力に自信のある方だとか、それから時間のある時っていうのは、その筋肉もちょっと緩めてやれば、より満足感もあるだろうし、速効性も増すような気がしております。で、この方は、後日レンコンの、うちの方はレンコンの産地でしてね、レンコンの農家をやっております、やっておられる方で、いや、実はあの時良くなったよということで、旬だからって言ってレンコンを持ってきてくれまして、その時に、いや、最初
最初の1回目であんなに聞いたのはすごいなという話をしてくれました。だから、ね、あの70歳でもシャイなおじいちゃんがおったということです。